ジャスラック音楽著作権講座。もっと盛り上がれ、もっと盛り上がれ。はい、講師は私、ジャスラック理事でもありバンドマンでもある遠藤です。そしてご機嫌な今日の生徒はお前らだ。よいしょ、お願いします。1886年に創設された著作権保護に関する国際条約をベルヌ条約と言いますが、さて慎吾君の仮有志が、はい、バンド内で約束ごとにしていることとは何でしょうか。どうぞお書きください。あるよね、各バンドのなんか約束ごと、ルール。そうですね、なんかグループごとにね、なんか。はいはい、秀樹君。捨て鳥は泡盛。おお、音違らやっぱそうですか。そういう先輩いますけどね。マジでやっぱいるんですか。すげえ、やっぱり。でも仮有志は違う。そうですね、あのメンバーが悲しそうな顔して酔っ払ってる僕を見るのであ、飲む側ベクトル逆で、ね、逆なんだ、残念。惜しい。はいはい、直樹君。ノラハムと話せる。いや、話せる、話せる。誰との約束なんですか。メンバーとの。逆にあのノラじゃないハブはいるんだね。じゃあ、飼われてるハブ。飼われてるハブ。家ハブがいるんだ。はい、はい、青葉君、なんだろう。確定申告を済ませたくらいでいちいち SNS で報告してる。おい、なんか辛辣だな。いるよね。辛辣だよ。いるけどさ、いる。いちいち報告する SNS で何でも。確定申告まで報告するのか、ミュージシャンが。そう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 、ね、それに苦言を呈する青葉くんはね、じゃあ何を報告してんですかね。さあ、他にバンド内のルール、どんなルールがあるでしょうね。はい、はい、青葉くん、はい、何だろう。選挙に投票したくらいでいちいち SNS で報告しない。なんか僕と同じ考えだな。なんか社会人になったつもりでいるんだろうね、多分ね。辛辣だ、辛辣だな、おい。世相を切るタイプだな。じゃあちょっとここでなかなか正解出なかったんで、正解本人に聞いてみましょう。はい、お願いします。約束というか、まあ、あれなんですけど、はい、収録中に寝ないようにするっていうのが今当面の僕の目標というか、それが危なかったんで。僕の目標、バンド内で、バンドのメンバーもやめてほしいと思ってると思う。ああ、なるほど。テレビ呼んでもらって寝るのは。寝るんですか、そうやって普段。今が危なかったと。今が危なかった。この収録で危なかったってよ。ちょっと。YouTube や TikTok などの動画投稿サイトで楽曲を使うときに気をつけなければいけないこととは何でしょうか。もう SNS ね、時代ですよね。時代、そうなんだね。だこういうの覚えとかなきゃいけないですね、この問題は。そうだ、もうだから気をつけなきゃいけないこと、みんな TikTok やってる時何気をつけてんのって言おうとしたら、まあ、やってなさそうな雰囲気。いや俺やってるやってる、でも配信もそんなあのふわっとやってるっす。あ、ふわっとやってるんだ。でもちゃんと僕アプリ入れてるけど、あんまりやった見たこともやったこともそんな多くないかな。はい、青葉くん。まあ、これ SNS 全般。あ、全般、はいはい。ハッシュタグで〇〇好きとつながろうとしない。ある、わかるな。あれつけてる人何なんですか。いやもうつながりたい一心なんだろうね。あるかな。ないのかな。ない、なんか書いてあるのにないのかな。あ、青葉くんあるの。いや、あ、じゃあちょっと行ってみる。あ、じゃあ青葉くんお願いします。若い子たちに言いたいことなんだけど。言いたい、いや、なんか自分のメッセージ発信する場になってるけど、はい、この先の人生の方が長いことをちゃんと心に留めてアップロードしていかないと。大事だよね。すごい大事なことだと思うんだよね。そう、すごい重い話になっちゃった。残りますからね。うかつなことやんない方がいいよね。うん、この先の方が長いんだから。そうです、そう、合ってます。今だの楽しいだけじゃダメ。うん、正解。正解。正解。はい、慎吾君。青葉さんの言葉を胸に刻む。合ってる。本当にその通り。合ってる。まあ正解ってことなんです。もう正解です、これが。もうタッグがこう組まれ始めてますよ、やっぱり。ね、うん、いや今日は本当にいい回でしたね。しそれでは、まあ、補足で正解見てみましょう。はい、個人の方が YouTube や TikTok などの JASRAC と利用許諾契約を締結している動画投稿サービスで音楽を利用する場合は、
特定の商品やサービスの広告を目的とするものでない限り自由にアップロードすることができます。ただし市販の音源をそのままご利用される際にはレコード会社などから音源使用の許可が必要となりますのでご注意ください。はい、分かったかな君たち、一緒に行ってみましょう。どうぞ。動画サイトへの投稿で既存の音源を使う場合は音源の使用許可が必要になる。分かったか君たち。でも本当に大事なのは青葉くんが言ったことだよこの先の人生のが長いんだから迂闊なものをね、デジタルタトゥー残さないようにしようね、うん、はい、今日はとっても勉強になる回でした。